常に硬いのが特徴ですね。さあ、ここでペイガーが攻撃。さあ、戻ってきたボールも攻撃安定があります。さあ、拾い直してライスの連続攻撃。ここでペイガーのディストーションドライブ。おっと、これを耐えた。ここでペイガーは右上の電力ゲージが溜まっている時にだけ使える強力な飛び道具、スパークボルトで1本を取り戻しました。ここで1回転投げ。さあ、もう近づけての激しい勢いですね。回転投げ。ただペイガーの破壊力もやはり一流といったところでしょうか。はい、さあ、ラジオの戦闘いかがでしたでしょうか。棒を飛ばしてから一気に攻め込んで、棒を持っているときは、まあ、攻めるためのきっかけを作るという感じの使い分けをしていくと、はい、まあ、戦いやすいキャラですよね。はい、ちょっとこうテイガーの火力に負けちゃったんですけど、はい、確かに一発はありますね、テイガーの方は。そうですね、テイガーの最後 の、 ディストーションドライブであるエメラルドジェネ、ジェネシックエメラルドテイガーマスター、はい、体力の半分以上を奪うというね、すごい威力の投げ技なんで、まあ、だけどコマンドは2回転プラスボタンというね、すごいこう、まあ、投げキャラにはすごくあるロマンのある技なんで、まあ、ぜひともテイガーを使う方には狙ってもらいたいですね。はい、さあさあ、時間の方がもったいないのでどんどん行きましょうか。そうですね、はい。では次にファイさん、どのキャラクターを使っていますか。そうですね、じゃあバングを、はい。さあ、対する静香さんはベーシックなラグナということですね。はい、それでは戦闘を始めてもらいましょう。さあ、バングの方はガードポイントを持っているこの T 攻撃ですね。こちらを当てたとき、これに、効果に期待をしていただきたいと思います。さらにですかね、空中からの飛び道具など立ち回りも非常に強力になっています。ここで五輪火弾の一発目。さあ、ただいま相手が紫になっていますが、こちらは極の状態、体力がどんどん減ってしまうんですね。さあ、これで風林火弾が4つ溜まった。この状態になるとですね、通常通り歩くことができなくなってしまうんですけれども、立ち方向を自在にですね、ダッシュをすることができるようになります。またガードが不能ですので、どう使うかはプレイヤーの選手次第と。
対する方の方、ラグナは落ち着いて反撃をしているようですね。もちろんですね、この状態締めまで戻りません。対するラグナの能力は B 攻撃によって相手の体力、こちらを奪うことができます。ここまで風林火山の一発目がヒット。さあ、空中から投げるこの釘状の釘道具ですね、非常に強力なんですけれども、左上6と書いてあるのが数字になります。でここでコマンド投げのバング落とし。さあ、風林火山2個溜まりました。さあ、ガードポイント中は瞬間移動することもできます。さあ、ここで静香さんはディストーションドライブ。さあ、池のディバイラーからの追い打ちで OK と撃ちします。バリアーバースト。ここでジャンプキー攻撃。さあ、パチさん、はい、1戦目はまあ理想的なバングらしい戦い方でしたね。そうね、ちょっと風林火山後のね動きがちょっと全然まずできてなかったんですけども、はい、はい、風林火山じゃガードができなくなるんですが、スピード攻撃力ともにすごい上がるので、はい、まあ、扱いこのあたりはね結構練習しなきゃいけないんですけど、ちょっと練習がまだ足りてなかった。まあ、まだまだ稼働1ヶ月前ですからね、はい、このあたりはプレイヤーの皆さん、ロマンあふれる技なのでぜひ挑戦してほしいと思いますよ。練習してほしいですね。はい、それではまた次の試合に行きましょうか。そうですね、次は何か希望とかあれば。希望とかあれば。そうですね、はい、今この番組をチャットで放送してるんですけれども、チャットの方でレイチェルを使ってほしいというふうにご要望があったので、レイチェルで行ってみたいと思います。はい、わかりました。せっかくなんで静香さんの戦う方は会場の皆様に誰か選んでいただこうかなと思います。はい、じゃあ一番早かったそのメガネの方、大声で叫んでみてください。